梅子さんから来てます。ありがとうございます。慎太郎さん、マジさん、皆さんこんにちは。こちら梅子、今日も元気です、うん、対決、女子会って対決の場ではないでしょうか。え、女子会ってなんかぶっちゃけ話をやる場所だと思ってた。ね、前にもあのガールズトークね、うん、友人たちと合流した瞬間からバチバチの対決が始まって。そういう女子会もあるんだ。メイクやシミ、シワに始まり、髪型、体型、衣装や爪の先、衣装持ち物や彼氏、旦那、子供に至るまで全てを密かに対決。それで勝手に優劣をつけて喜んだりへこんだり、久しぶりに会う友人だとなおさら比べちゃうんですよね。あー、そういうのあるね。女あるあるかもね、これ。じゃあなので久しぶりの女子会が決まれば、その日に向けてお肌の手入れは入念に、ネイルもバシッと整えます。うーん、デートの時よりも女子力上げて挑んでいる人結構多いのではないでしょうか。対決させても得なんてしないのについつい比べちゃうんだよな。なるほどね。デートより気合い入れるって、なんかそうか、女性はそうだよね。だって結婚式が久しぶりにあって参加してみんなと会うんだって時、めちゃめちゃ おしゃれするって聞くもんね。マリ結構そこまでかも。 あんまりなんかこう、はい、今日夏子さんどう来たとかはないもんね。 あんまなんか対決はしてない。なっちゃんと比べる人が比べてってどうするの。じゃあ、ま、今夏子さんがいたからだけど、あんまりないかも。うん、あのライバルでも聞くよ、よく女性はさ、久しぶりに今度結婚式があるからダイエットしてるとかってよく聞くじゃん。聞く、うん、聞くね。リスナーさんもよく送ってくる。あれまで結構なんか男性がいっぱい来るからと思ってたの。いや、だから女性向けだってこと。なるほどね。女性向けっておかしいけど、そこでいい出会いがあるから、ちょっとしたなんか合コンに参加する気持ち的なあれなの。でも結婚とかしてたら合コンないじゃん。だからよ、久しぶり、あ、もうなんかアケミが来るって聞いたから、今度なんかテーブルもさ、コトブキって同じらしいわけ。あいあいあいって、美少女、美少女、美少女なんですよ。ライバルが女性なんだ。なんか男性に綺麗って思われたいとか、もうそこの前なんだ ね。だからデートよりだって気合い入れるっていうこの心理を、わからないね。マウンティングしたいのね、きっと。あ、綺麗になってるとか、これドレスどこのとかさ、そんな感じじゃないの。ネイルめっちゃいいとか、うんうんうん、あ、いいよ、こうなんかとってもいいネイリストだっけ、全然予約取れないんだけどさ。今どこか教えるっていうのかなと思ったら、全然予約取れないから。でも私 LINE 交換してるからっていう。こういうことでしょ、うんうん、なるほどね、うん、わあ、すごい、すごいね。疲れそう。本人も言ってるさ、何の得もないのに。そうだよね。大変だね、お金もかかるし。こういう女子会でお金かかるね。本当。本当ね。でもやっちゃうんだろう。でもこういう女子会もあれば、本当に僕たちがイメージしてた、うんうん、もうぶっちゃけ話だけの女子会、うんうん、本当に。そうそう。これ年齢によるのかな。あ、もうそういう見え張るとかなくなる年代も来るのかもね。膝こないだ水取ってきてからさ、この話がさ、さらっとできるよ。え、どこで取った、どこで取った、どこで取った、 あっちの、整形で取ったけど、そこがいいって聞いた。やっぱりうちだってさ、なんか良かったよ、やっぱり。だけど、まだ痛くてからちゃんと歩けないもん。もう 500m 歩いたら、あ、もう大変大変。あっち、やっぱあるから調子いいよ。だって普段は半年に1回行ってたけど、あ、もう確かに7ヶ月になるね。なんか勧められたサプリメントもとってもいい、とってもいいって言ってからさ、うんうんうん、飲んでるの。いや、飲んでるよ、先生が言う、もう言ったまんまに。でもあんた違う、肌ツヤも違うよ。あ、これサプリメントって膝だけじゃないのかね。なんか女性ホルモンにも作用してる、ね。はい、あんただけ抜けかけでやる。うん、違うよ、こんなんだ。だだだだ、もう一個飲んでるの、これほら、はい、命の母あるさ。でやるさ、これを何であんた CM でやってるさ。じゃあ分かるけど、うちたちはこういうの手出さない子ねってずっと言ってたさ、うん、だから私が先に確かめてよかったらと思って。だから確かめてくれたの、うん、全員分持ってきたから。ありがとうね。で、こういう女子会だったらいいよね。これならいい、ね、周りから聞いてたも楽しい、ね、だからあれを卒業しないとこれにはならないかもしれないね。ちょっと順番があるんだ。はい、卒業しましょう。